ビーンボールとは野球で反則行為とされている投球である。日本プロ野球でいう危険球。ビーンは頭の意の俗語であり、多くの場合、野球において投手が打者の頭部に当てようと狙った投球を指す。打者を威嚇してのけぞらせる目的の投球であるブラッシュバックピッチとは区別されている。ビーンボールやブラッシュバックピッチを投げる投手はヘッドハンターと呼ばれる。 MLB で平均的に1シーズン1500近くのビーンボールが投げられているという推測するデータも出ている。ビーンボールから乱闘に発展することも少なくない。投手の投球がぶつかりはしまいかという恐怖は精神面のみならず肉体的にも打者に悪影響を与えることになる。恐怖に陥った打者は肉体的にはホームプレートから遠ざかったり、 後ろ足を引いたりする傾向に陥りやすく、ある種の球に対して弱くなり、その結果、打者としての才能は絞んでしまう。公認野球規則では、ビーンボールは固く禁じられている。審判員は、チーム間に険悪な雰囲気が流れていると感じた。場合には、試合開始前でも警告を発することが可能であり、審判員は、投手だけでなく、 ビーンボールを投げるように命じた監督も退場させることができる。1956年から MLB ではすべての打者が自分の帽子の下に打撃用ヘルメットや保護ライナーのいずれかを着用しなければならなくなった。1971年には全員がヘルメットを着用するように公認野球規則で義務付けられた。さらに1983年から マイナーリーグでは両耳を覆ったもの、MLB では片耳が覆われたヘルメットとさらに細かく定められた。翌1984年には日本プロ野球でも片耳ヘルメットの着用が義務付けられた。心理的な優位性を得るために、投手は様々な理由でビーンボールを投げる。しかし、過去には頭部に当たる死球の結果として様々な事故が引き起こされてきた。 レイチャップマン・ミッキー・カクレーン MLB においては1920年8月16日に行われたニューヨーク・ヤンキース対クリーブランド・インディアンス戦でインディアンスのレイチャップマンがヤンキースのカール・メイズの投球を左の米紙部分に受け翌日死亡するという悲劇が起きている対策としてこの事故の直後に試合中に汚れたボールは審判員の判断でいつでも交換が可能になり 目視を難しくさせるボールに細工をする行為の対策が徹底された。翌1921年春にはインディアンスの選手が当時の NFL 選手が使用しているものを真似た革製ヘルメットを試験的に導入しており、後年の打撃用ヘルメットの開発につながった。チャップマンの死亡事故以降もいくつもの悲惨な事故が繰り返された。選手寿命を縮め、事故によって 現役を引退した選手も存在した。日本プロ野球においても悲惨な事故が繰り返されてきた。ありがとうございます。